来年の目標はいつ設定するか。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、今日は質問いただきました。ひろみさん、41歳女性。カバサワさんは来年の目標設定をいつ設定されますか。非常にいい質問ですね。来年の目標設定するのは、年が明けてから設定するのはやめましょう。1月1日になったらもう始まってるんですね。マラソンで用意ドーンってなってるのに、今からスタートラインに行くような、そのぐらいのズレが生じてしまいます。だから1月1日からもう用意ドンで全力でスタートできるためには、12月31日までに設定しておくということが重要ですね。私の場合はだいたい12月の終わりって忙しいじゃないですか。いろいろね、忘年会とかいろいろあったり、まあ、クリスマスぐらいまでっても忙しいけど、その後ってもう飲み会とかそういうのもなくなるので大掃除とかになりますから、12月29日か30日あたりにちょっと2時間ぐらいね、時間ができるので、パソコンに向かいまして来年の目標を書くということですね。書いたら印刷するんですけど、まあ、手で書いた方が本当はいいのかもしれないけども、ちょっと今年は手で書いてみようかな。手で書くのが重要だってね、アウトプット大全にも書いてありますのでね。でそれを毎日持ち歩いてるスケジュール帳の第1ページ目に貼り付けるんですね。そして毎日見るということですね。年間目標の重要なところは毎日見るということです。目標は1週間に1回見てもダメです。毎日見て、あと暗唱できるぐらいまで目標を理解していないといけないということですね。ということで、来年の目標はいつ設定しますかということなんで、今年のうちに来年の目標を設定してください。とはいえいろいろ忙しいでしょうから、年末の29日とか30日ぐらいにやって、よし来年も頑張るぞという気持ちで大晦日を迎えるという流れがね、とてもいいんじゃないかなというふうに思います。ぜひね、来年大きく飛躍できるように皆さんも目標設定してくださいね。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。